何も映ってないもんね。怖っ。こんな暗い。こういう感じです。怖っ。なんか悪いことしてるような気がする。電気も2分ぐらい経たないとつかない。あーやばい、ちょっと見ない方がいい。あーやばい、あ、これやばいな。ここだけ洗おう。もう今更洗ってももう、あ、でも洗ってください。ちょっと、あ、まあまあ汚いですねこれは。いや、汚っ。と待って、なんか和室ってなんか無条件にこう落ち着きますね、なんかね。ああ。意外と。いや、そうですよね。だから私もともとその和室がすごい好きなんで住めてるんじゃないですか。住めてる。行き場を失ったメンチキョT シャツ。これもうオフラインイベントで売るしかない。そうそうそう。そっからお湯出るの？そっから。あ、子供の頃住んでた家はこんな感じだったな。給湯器が別にあるタイプでしょ。え、普通どうでしたっけ。普通はもう蛇口で左にひねるとお湯が出て、右にひねると水が出るみたいな。あー、そっかそっか。あ、そうですよね。うちの実家とかもそうだもんな。そうそう。そっか、考えてみたら確かに。そうそう、シンク意外と広い。キッチンもね。ただやっぱりその古いからなのか、うん、この材質だからなのか、すぐなんていうか錆びる。あ、錆びますかこれ。これ見てください。こういう。あ、本当だ。錆びが。若干錆びが。汚っ。そう、今のってね、そういうのもうなんかあんまりつかないようになってますもんね。確かに。これでちょっとはまともに見えます。いやいや、見違えりましたね。見違えてる。うん。あ、よかった。ちょっと自己レベルだったからさ。なんか、あの、かわいそうだからやめようって思うレベルだったんで。理事長の尊厳に関わるから。そうですね。自分もちょっと引きましたね。完全に。そう。僕も尊厳を傷つけることはしたくないので。あのね、出る時にも飛行機が間に合わなさすぎたんで。その残骸だったってことですか。そう、その残骸でしたね。か確かにそこまで、落ち着いて出ていったわけではないってこと。いや、もうあたふた出てったって、はい、これがね、生ゴミ入れる。海鮮の段ボールを再利用してます。そうそう、大切に使ってます。そうそうそう。そう、ちょくちょくね、やっぱ明太子愛が見え隠れする感じはあります。そうですね、うん、そう、で、電子レンジとか冷蔵庫をだからこれ、そう、お風呂ですよねこれ。あ、そうそうそう。この扉は。お風呂大丈夫かな。もう本当にそのお風呂の手前の何もかもがなくて。そうですよね。そう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 。その着替え
る場所、脱衣所みたいなのがなかったんで、今ねこの冷蔵庫の裏にこのバスタオルを。いやすごいねこれ、直通だもんねこれ直通これを何にもないわ、この100均のマグネットにかけてて、すごい。でこれがあれですもん、もうあの洋服を入れとく場所、着替えるあ、かご代わりみたいな。そう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 、はははは、すごいなで、そうこんな感じ。おお、うわうわうわ、え、でもすごい、この思ったより綺麗じゃないですか、この下とかが。確かに確かに、例えば生理的にちょっとみたいな感じのレベルではないでしょ。です、ね、そうなんですよ。こういうタイプの浴槽を初めて生で見ました、はい、そうなんですか。この実家とかえらく深くて、はい、このなんか五右衛門風呂みたいなえ、そうなの。うちの一番最初の実家があった時のお風呂はこういう感じだったんで。へえ。そう、でもその後ね一人暮らししたり、今の実家はもうほんとすごい綺麗なお風呂なんですけど、はいはいはい、そうだからここに来てすごい久しぶりにこのこういうチッ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 ってやつ、うわすげえ。そうこうやってます。あ、ちょっとねこれついてるかな今。あ、ついてるついてる。これで、あ、そうそうそう、これで出ますね。おお、あ、じゃあこういうものは使ったことがあった。あ、そうです、一番最初実家のアパートがこれでしたね。へえー、そう。でも使い方忘れてたから、あのガス会社のお兄さんが来た時に教えてもらいました。へえー、で YouTube 動画とかにも上がってるんで。なるほどね。そうそうそう、これ今あったかいの出てます。へえー、若干シャワーの圧が弱い時とかもあるんですけど、はい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 、逆にすごい強い時もあったりして。強い時もあるのかそうそうそう、そこ安定してないんだ。そう、なんか暴れまくる時もあります。シャワーちょっと置いといた時。でもまあお湯がね出るんで、そうなんかありがたいことだなと思ってお湯が出るんでありがたいそう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 、もう風呂があるだけでね、風呂トイレ別っていうのも意外とすごくないですか。そうなの。そうか、東京だとユニットバス多いんですもんね。そう、東京の一人暮らしだと安いともうユニットバスしかないんですよ。もう確実にそうですもんね。そう、確かに。そうそう、ちゃんとね、これはあのこれも100均で買ったんですけど。あ、こういうの売ってるんだ。そうそうそう、これね。あ、詰め替えをそのまんま、そうやって詰め替えて使う。これ恐ろしく異常に安いシャンプーなんですよ。ほんと100円ぐらい。これなんてやつですかこれ。なんて書いてるのこれ。クラシエ。クラシエのシルク。でもクラシエって多分有名ですよね。まあまあそうですね。そう、だから信じて買ってやってるんですけど。なんか僕のたまにシャンプー買い与えようかなと思っちゃいますね。そう。いやでもね、まあそう、私だから OL の時は。シャンプーとかすごいこだわってて、本当にそのオーガニック の、はいはいはい、あの使ったもうシャンプー1本だけで数千円するみたいなのを買ってたんですよ、はいはいはい、だからそれから一気にこれに落としてるから、うん、最初はちょっとまあ違和感もありましたよ、うん、でもね使ってみたらもう同じとりあえずまあその頭きれいにはなるからだ、ね、そう、いいなと思ってね。そっか、そうそうそう。え、ちなみにいくらぐらいなんですかそのクラシエの、その見たことないシャンプー。え、だからこれもう100円ぐらいですよ。100円、うん、あ、多分200円しなかったと思うそんなのあるんだ。いや見たことないないや異常に安かったもん。